こんばんは、あきらです。今回はですね、差がつくポイント、室町時代から安土桃山時代というテーマでお話をしていきたいと思います。今回の動画を最後までご覧いただけると、いよいよ折り返し地点の歴史のポイント、心構えがわかります。今回は室町時代後半と安土桃山時代の差がつきやすいポイントのみコンパクトにお話をしていきます。最後におすすめ YouTube 動画も紹介しています。私の YouTube チャンネルは中学受験に特化したチャンネルです。テストで成績をアップしたいという方に役に立つ情報を配信しています。最近視聴回数が多い動画を2つほど貼っておきます。お時間がある方はこちらもぜひご覧ください。ここ最近は定期的にアップするようにしていますので、最新情報を見逃さないように登録をよろしくお願いします。まずは室町時代後半です。今回の人名 ①、1人目、足利義政、8代将軍。2、ザビエル。応仁の乱、1467年、京都ですね。人よむなしく応仁の乱。足利義政、8代将軍の時です。およそ11年続きました。足軽と呼ばれる身分の低い武士の乱暴や略奪がありました。京都の町は焼け野原となりました。上級者へのアドバイスです。慣れや知る都は延べの夕日張り、上がるを見てもおつる涙は大人気。飯尾彦六左衛門の読んだ歌です。資料集74ページですね。読んだ歌はよく出ます。囲み記事は大切 ①、 足利義政と銀閣、東山文化です。京都の東山に作られました。東具堂に見られる書院作りが大事です。セットで覚える足利義満三代将軍、北山文化金閣、木で覚えましょう。足利義政八代将軍、東山文化銀閣です。囲み記事は大切 ②、 京都の西陣織の由来です。応仁の乱の西軍の山梨がこの地に戦いの陣を置きました。機織職人たちがかつて陣が置かれていたこの場所に住み着いて、このように名前が付けられました。下克上、身分の低い者が実力で身分の高い者を倒して勢力を振るうことです。戦国大名、昔の国の名前と今の都道府県を一致させておきましょう。甲斐の国、山梨県武田市。駿河の国、静岡県今川市。尾張の国、愛知県小田市。越前の国、福井県朝倉市。文国宝、資料集77ページを見ておきましょう。鉄砲伝来、1543年。以後予算変わる鉄砲伝来。ポルトガル人です。鉄砲のポでポルトガルで覚えておきましょう。種ヶ島、漢字注意です。上級者へのアドバイスです。鉄砲の生産地は根室、紀伊の国今の和歌山県、堺、泉の国今の大阪府、国友、近江の国今の滋賀県です。地名が出たら必ずチェックしましょう。地理との融合問題は難易度が高くなります。キリスト教の伝来、1549年。以後よく広まるキリスト教です。スペイン人、鹿児島に来ました。フランシスコ・ザビエルです。ザビエル以降多くの宣教師が来日しました。ザビエルの伝道路、これが重要です。地図を確認しておきましょう。テキストの地図にマーカーをしておきましょう。南蛮貿易、ポルトガルとスペインです。貿易で取引された品目に注意です。輸入品、火薬、生糸、香料、絹織物、特に生糸要注意です。輸出品、刀剣、漆器、銀、海産物、特に刀剣に注意しましょう。囲み記事は大切 ③、剣王少年施設、イタリアのローマに派遣しました。文化習慣、室町時代ですね。盆踊り、おとぎ草子、浦島太郎、物草太郎、一寸法師、庶民のための読み物です。絵入りの物語です。定期市、決まった日に品物を売り買いする場所です。雪舟、水墨画を大成しました。資料集の23ページを見ておきましょう。はい、今回の覚えておきたい年代は3つです。1467年応仁の乱。人よむなしく応仁の乱。1543年鉄砲伝来。以後予算変わる鉄砲伝来。1549年キリスト教伝来。以後よく広まるキリスト教です。後半は安土桃山時代です。今回の人名 ② ① 織田信長 ② 豊臣秀吉 ③ 徳川家康。余談ですが NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」をしっかり見ておけば安土桃山時代の半分くらいはなんとかなります。ぜひ日曜の夜は家族で大河ドラマを見てみませんか。ちなみに2021年は渋沢栄一、青天を衝け。2022年は北条義時、鎌倉殿の13人です。1、織田信長、戦場に注意。桶狭間、比叡山、長篠の位置に注意。自分で白地図に書き込みをしてみましょう。地図は実際に自分で書かないと覚えられません。白地図作業ノートをコピーしてそれに書き込んでもいいですし、こちらのクイズノックと学研の共同開発の付箋を使ってもいいと思います。付箋マニアの私も使ってます。便利です。概要欄にリンクを貼っておきます。比叡山の A は16画です。頑張って練習しておきましょう。余談ですがクイズノックの概要欄に貼っている動画の後半、北アメリカ大陸に領土がある国で山上さんが白地図で覚えていたと言っていました。クイズ王たちが言うのですから間違いないです。ちなみに私はサブチャンネルも見るほどクイズノックが好きです。桶狭間の戦い1560年、今川義元を打ち破る。比叡山を焼き討ち1571年。室町幕府滅亡1573年、以後涙室町幕府滅亡。足利義昭を京都から追放しました。長篠の戦い1575年、武田氏の軍を打ち破る。本能寺の変1582年、明智光秀に討たれます。囲み記事は大切 ④織田信長の戦いの方法です。長篠の戦いの勝利の要因、鉄砲隊を3隊に分けました。安土城、近江の国、琵琶湖のほとり、琵琶湖の東南岸です。都に近く水運や陸上交通の要所でした。場所注意です。こちらも白地図に書き込みをして整理しましょう。楽市楽座。安土の城下では誰でも商売をすることができます。一切の税を取らない。キリスト教を保護しました。関所を廃止しました。2、豊臣秀吉、大阪城、摂津の国です。天下統一1590年、小田原城に立てこもる北条氏を下し天下統一を果たしました。関白や太政大臣の地位を手に入れました。小田原場所注意です。実は日農研は小田原にもあります。対抗検地、漢字注意です。農民は田畑を耕す権利を認められた代わりに確実に年貢を納めなければならなくなりました。対抗検地、漢字注意です。刀狩り1588年、刀狩り令、農民から武器を取り上げました。一揆を防ぐ狙いがあります。朝鮮侵略、朝鮮出兵、文禄の役1592年、慶長の役1597年。3、徳川家康、関ヶ原の戦い1600年、場所注意です。岐阜県ですね。石田三成が兵を挙げました。天下分け目の戦いと言われています。東軍が勝利をしました。はい、今回の覚えておきたい年代です。今回は少し多いです。1560年桶狭間の戦い、1573年室町幕府滅亡、1575年長篠の戦い、1582年本能寺の変、1588年刀狩り令、1590年秀吉全国統一、1592年文禄の役、1597年慶長の役、1600年関ヶ原の戦い。はい、今回もおすすめの動画があります。中田敦彦さんの YouTube 大学日本史丸5室町時代、日本史丸6戦国時代織田信長、豊臣秀吉、日本史丸7徳川家康ですね。はい、踊る授業シリーズからザビエル、本能寺の変、関ヶ原の戦いも紹介します。個人的には関ヶ原の戦いが一番かっこよくて好きです。はい、最後のまとめに行く前に15秒ほど宣伝です。私の本が2冊発売されています。いずれも電子書籍版もあります。ぜひ一度ご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、それでは今回のまとめいきましょう。今回の人名丸1、足利義政8代将軍、銀閣東山文化書院作り、丸2、ザビエルスペイン人鹿児島。人名その2、丸1、織田信長安土城近江国琵琶湖のほとり、楽市楽座関所を廃止しました。丸2、豊臣秀吉関白太政大臣太閤検地刀狩り朝鮮侵略、丸3、徳川家康。はい、今回の覚えておきたい年代です。1467年応仁の乱、およそ11年続きました。京都が焼け野原になりました。1543年鉄砲伝来、ポルトガル人種子島。1549年キリスト教伝来。1560年桶狭間の戦い、今川義元を破りました。1573年室町幕府滅亡、足利義昭を京都から追放しました。1575年長篠の戦い、武田氏鉄砲隊で打ち破りました。1582年本能寺の変、明智光秀に滅ぼされました。1588年刀狩り令、1590年秀吉全国を統一、小田原城北条氏を破って全国を統一果たしました。1592年文禄の役、1597年慶長の役、1600年関ヶ原の戦い、石田三成を破りました。関ヶ原は岐阜県です。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。またいつもいいねとチャンネル登録ありがとうございます。リクエストもコメント欄で受け付けております。今後も頑張って成績アップに役に立つ情報を配信していきますので、応援よろしくお願いします。